富士山初冠雪から一夜明けた今日ですね。気温は22、3度くらいでものすごく過ごしやすいですね。暖かいです。で、まあ冬のこう気配といいますかね、足音といいますかね、まあ近づいてきましたので、まあこの流れで例えばスキーとかスノーボードの道具の紹介とかですね、まあこういうの買いましたとかっていう、うん、おすすめします、したいですとかっていう動画が撮れればいいんですけども、まあそんなにあれもこれも買えるほどのこう余裕っていうのもないですし、で、まあ、恥ずかしながらちょっとその道具に関してはちょっと情報を仕入れていないもので、なかなかこう話をこう記録するところまでは至ってないんですけども、まあ、ただですね、その遊ぶ上で、まあ、遊ぶ上での道具っていう言い方もあれですけどもね、まあ、車は皆さんお持ちの方多いと思うんですけど、まあ、遊び道具の一つと言ってもいいんじゃないかなと思うんですけども、で今日ですね、その車ある車種について、ちょっと面白いことがありまして、まあ、あの職場で、スバルのサンバー使ってるんですよね、今のダイハツのハイゼットだったですかねのサンバーではなくて、新しいものではなくて、その前の方ですね、そのサンバーの軽トラックに今乗って、まあ、軽トラック使ってるんですけども、給油口の、レバーですね、それがどこにあるんだということで、まあ、私これその初め分からなくて、5分以上かな探して探して分からなくて、まあ、結局は取扱説明書ありましたので、それを見て、見つけて、まあ、事なきを得たんですけど、今日ですね、私を含めて4人目ですねその職場の人4人目4人の人が給油口のそのレバーの位置が分からなかったということで、私に聞いてきたんですけどどこにあるか分かりますかみたいな感じで、あ、またかと思いましたね、正直。で、サンバー、やっぱ言葉でも説明ちょっとその時できなくて、ちょっと情けなかったんですけど、まあ、今だったらですね、まあ、運転席にありますと。で、乗った時に、左のふくらはぎ、うん、膝の後ろって言ったらいいんですかね。まあ、そのあたりにありますよって形で、こう、伝えることできるんですけど、うん、まあ、なかなかちょっと伝えることできなくて、まあ、結局はここですよって感じで、まあ、指差しで、お伝えしたんですけども、いや、ここかって言う前に、ええみたいな感じでえ、どこに指さしてるんですけども、まあそのスバルの、あ、そのサンバーのそのレバーって言いますかね、本当に、あ、レバーも引っ込んでたんですよね。そのカバーの内側に引っ込んでて、指を入れてこう引っ張るタイプのもので、まあ、ここで実際映せばもう一目瞭然なんですけど、そのレバーって言っても大きいレバーじゃないんで、逆にまた分かりにくいんですよね。で、その人も、まあ、そういったその頭にその今までのレバーのイメージしかないので、認識できないというか本当にそういうことあるんだなと思って、頭でこうイメージできていないもの、未知のものに対しては脳は認識しないんだなと思いましたね、これ。まあこれいろいろな話、そう、例えばあれですよ、黒船、ペリーだったかな、黒船が来た時だったかな、ちょっとそれ定かじゃないんですけど、まあ、日本に大きい船が来た時に、その日本人ですよねはやっぱり見たことないので、目の前に大きい船があるのにそれを認識しない
認識できなかった、っていうことがあったみたいですね。でこれと同じことだなと思って、ああそうで、これほんといろんなあの事例があって、そう、あと地平線、そう、地平線を見たことがない人、知らない人、知らない民族、部族って言ったらいいんですかね、これはまあ海外の話なんですけど、その地平線っていうのも知らない、その人がですね、その民族の一人が、その初めてその地平線を目の前にしたんですよね。でまあ、その時はその地平線ってことは、まあ、認識してないわけなんですけど、でその地平線の向こうからですね、そのバッファローの大群、バッファローの大群がなんかこっちにあの向かってきたらしいんですよ。でそこにいたあの、まあ、同伴してた、まあ、誰だったかな、学者だったか分かんないですけど、なんだかな、その関係者はもうバッファローが来たぞみたいな感じで、もう逃げろっていう風にその民族の一人に言ったらしいんですよね。まあそのバッファローってなんていうんですかね、牛のでっかい本当角が生えてる、もうあんな大群が自分の方に向かってきたらもう本当ひとたまりもないですよね。でまあ逃げろっていうことで、一緒に逃げようってことでその人を、まあ、逃げるように促したんですけど、その人はバッファロー分かんないんですよね。なのでアリだと思ったらしいんですよ。アリ信じられますか、アリ。だからもうその水平、地平線か、地平線も知らないんで、その遠近感すらも分かんないんですね。その今見えてるその線っていうのが目の前にあるものなのか、そのもっと遥か遠くにあるものなのかをこう認識できないっていう、それで多分その目の前に、すぐ目の前にある線だと認識して、でそこの上にいるバッファローの群れをアリっていう風に認識したんですよね。ほんとこれ面白いなと思って、まああとそうですね、一つ二つちょっと例はあるんですけど、ちょっと話脱線しすぎたのでちょっとこの辺りにしますけども、そうで本当にそれと同じような現象をまさか今日目の当たりにすると思わなかったですね。まあその認識しなかったというか、時間は本当にまあ数秒ぐらいでしたけど、その人はですね、ええって感じでこれなのみたいな感じで、でまあすぐああそうかみたいな感じで納得してですね、まあ、その人もまあ勉強になったというか、でこれ分からないです、まあ軽トラックだけなのか、それともバンタイプのものはまた別なのか分かりませんけれども、でこのサンバちょっと話どんどん脱線してきますけど、性能とかすごいいいんですよね。で使ってる軽トラが四駆で、本当にぬかるみとかでも全く問題なく、走っていくんですけど、でいろんな軽トラ乗ってですね、まあ、例えばスズキのエプリキャリーかとかですね、あとはホンダのアクティとかですね、まあ、いろんな軽トラ乗ってたんですけど、一番サンバー、その今、一世代前のサンバー、本当いいなと思いました。 660cc の普通の軽トラックなんです、軽自動車なんですけど、なんか軽自動車よりもワンランク上っていうか、普通自動車まではいかないんですけど、例えば1000cc、 1リッターとか、まあ、1. 何リッターとか 1.5 リッターとか の普通自動車まだはいかないんですけども、その普通自動車と軽自動車の間くらいのなんかイメージ、乗り心地って言いますかね、加速とかに関してもすっごいいい車だなと思いましたよね。まあ、ただそのサンバっていうのはもう
製造が終わってまして、まあ、今はダイハツのハイゼットの OEM ということで、まあ、スバルのエンブレムをつけて、まあ、いろんなところ走ってるということで、サンバいやー本当に面白かったです、うん、ということで今日この個人的にちょっと笑ってしまった出来事ですね、記録してみました。いやーなんかベラベラというかブツブツというか喋ってちょっと10分経ってしまいましたけども、はい、ということでこれくらいにしたいと思います。ということで、以上。